どうもこんにちは。山本康則と申します。ライフサイエンス統合データベースセンターに所属していまして、えー、と本日はこの最新の論文検索方法を知ると題しまして、皆さんに1時間ですけれども、どういうふうに最新の情報を、論文情報を取得できるかということについていくつかご紹介できればと思っています。よろしくお願いいたします。それでは早速始めたいと思います。はい、で最初なんですけれども、そもそも、ま、先ほどは論文 検索と言ってこちらでは文献って書いてますけども、今回この講義の中では論文と文献は同じ意味で使います。で、どちらもまあ一般的に学術論文のことを指します。で、えー、最初なんですけれども、そもそもこの文献情報というのはどういう形で何で取るのか、何で蓄積されるのかっていうところから始めてみようと思います。で、皆さんまあ研究をされている方であれば、必ずと言っていいほどまあ自分の研究に関係する論文を日々。 え検索したり読んで内容を確認したり自分の研究に役立てようといろいろメモを取ったりしてるとは思うんですけれどもそれはなぜかと言いますとまあ研究そのものについて考えてみると最初にまあ何かこう観察等をしていてひらめいたりこう仮説が出てきたときにこの仮説が本当に正しいのかっていうような形でえと実験をしたりですとかあのデータを取得したりしながらあの結果を取得してでその結果が自分の 立てた仮説と似ている同じようなものであれば、それをまとめて論文という形で執筆して世の中に問うということが行われていると思うんですね。で、そういう形でその自分で見つけた学術的な知見発見というものを他の研究者世の中に広く、えー、と共有するためにとても便利な手段というのが論文文献なわけですよね。ですね、こういう形でまあ、論文という形で皆さんは自分の発見を執筆して 世の中に共有するとそれがまた次の研究者の新しい発見の元になったりヒントになったりしてでそのヒントがまた文献という形でぐるぐると回って知識がどんどん研究が進んで皆さんの知見が共有されていくということが行われていると思うんですね。ですので、まあ、こういう形で新しく出てきた知見というのをいかに早く効率的に自分の研究に生かしていけるかというところがこれからポイントになってくると思います。ででですのでそのそ中で 今回の講義をあのお聞きいただいた上で、より今までもし、えー、気づかなかった点、わからなかった点があれば、あのこれからこの講義の内容を活かして、より適切に効率よく自分に関係する論文を見つけていっていただければいいかなと思っています。はい。で、まずパブエロですけれども、まあ生命科学分野ではあの世界的に広く利用されている文献検索サービスだと思います。 でこのパウメドについいいてて少し歴史的な部分から触れてみたいと思いますでパウメドは一体どうやって始まったかということなんですけどもここに書いてありますけども1997年の6月26日なんですねに、まあ、アメリカ合衆国で、えーとまあ、キャピトルヒルというのは日本でいう国会議事堂みたいなところですけどもそこで、えー、公式に、えー、とアクセスフリーでパウメドが使えるようになりましたということがあのプレスカンファレンスで、えー、発表されました。 ですよねですのでこれをご覧になっている方の中でこの97年この、えー、とニュースをどれぐらい実際にあの見た方がいらっしゃるかちょっとわからないんですけどこれは非常に大きなあのニュースでして今までその文献学術文献を調べるためにもうインターネット経由で誰でも自由に アクセスできるということは本当になかなか難しいことだったんですよね。それがこの日大きく発表されたことで、もう大々的にもう皆さんあの特に生命科学系医学系の研究者の方々は驚いてあのこの発表を聞いていたわけです。で、その時の模様が少しここの写真に残っているんですけど、これがその97年の時なんですね。で、ここにいらっしゃるのはこの座ってるのが当時のアメリカ合衆国の副大統領のアルゴアさんですね。 でここに立っている方は当時の NCBI のトップのリップマンさんですね。あのえー、とこの2人がここで並んで一緒に、えー、とプレスカンファレンスをして、一番最初のパブメルの検索をしたのが、この、えー、と副,あ副大統領のゴアさんだということです。それから、えー、とずっと、まあ、今に至るまで使われ続けているということになります。はい。で、これがその、えー、とでそもそも、 うんパウメドでで検索できる文献のの数いいうううはどうやってて変化してかっていうことをがこここに書かれていますでこのグラフなんですけども97年当時にパウメドで検索できる文献の数というのは大体ここに書いてある、まあ、1200万件ぐらいだったんですね。であこれすみませんこれ96年って書いてあるのは試験的にパウメドが動き出したのが1996年で,で、まあ、正式に運用されたのが97年ということなんでちょっと1年ずれてますけども大体当時検索できる文献の数っていうのは1200万件でした。 でさらにこの前にいっぱいあるっていうのはこれは何だろうと思うんですけどこれはあのパウメドではなくて当時までまだ96年まではメドラインというその文献の書誌情報を収めているデータベース自体はあったんですね。なのでメドラインというその書誌情報のデータベースにどれぐらい文献が入っていたかっていうのがここに書かれています。 でこれを検索するためにはあのフリーではなくて専用のソフトウェアを購入しなくてはいけなかったんです。で高いライセンス料を払いながら検索しているという時代がここまで続いていて、でこの97年を皮切りに、えー、とパウメドという新しくインターネットでつなげさえすれば誰でも自由に使える文献検索サービスが始まりました。でその後はどんどんすごい勢いで文献の数も増えてまして、でこれ今どうなっているかといいますとこんな感じで もう 3, 万件をを超える文献情報がパウメドを使って検索で、きるようになっていますで今日来るときに調べてみたんですけど、一体本日時点でどれぐらい検索できるかっていうとこんな感じで3000ほぼ600万件ですよね。大体3600万件の文献情報にパブメドで検索できる、アクセスできるようになっています。で、1週間前はどうだったかっていうと、この中で大体3600万件ということで、えっ、ー、と、 あ、三千五百九十七万件ということで、この一週間で二万四千件も追加されているということになります。すごい量になってますよね。で、まあこれ今まで何回かここで同じようにえっ、ー、と講義アジャックスでさせていただいてますけれども、それぞれの時にこう数を数えておいて、それが残ってるんですが、だいたいこういう感じで、二千十九年の頃はちょうど三千万件を超えたぐらいだったんですけど、まあこの四年間ぐらいで、まあこんだけもう六百万件ぐらい増えてしまっていると。と いう形で本当にたくさんの文献が今はどんどんとパウメドで検索できるようになっているという状態です。でそれをしかもどれぐらい増えたかなっていうのを数えてみると2022年去年ですね去年だけでも177万件も、えー、検索新しくできるようになってるんですね。なのでこれをさらに365日で割ってみると1日あたり4858件も追加されているということでこれはもう全く1人の人間が確認できるような数をはるかに超えてますよね。なので 本当に自分に関係する興味のある文献を的確に検索できるようにしないともう全く歯が立たななななないいいような状態になっているんじゃないかなと思いますでしかもその検索対象になっているその学術文献の数はこれだけあるんですけどそれを出版しているジャーナルの数も件あるんですねこれはあのかつてたまたまあったとかっていうのではなくて工場的に定期的にその文献があのジャーナルが出版している文献を パウメドに収載しているというその学,、えー、と学術誌の数だけでも7,800件あるんですね。あのこれはもちろん英,あの英語とかアメリカとかだけではなくて世界中のいろんな日本語の雑誌も含めて、えー、世界中の学術文献を対象にしてパウメドのアブストラクトに収載されているという状態になっています。でそれがどういうふうに使われているかっていうのは簡単にここに表になってまして。 でこれがそのパウメドでどれぐらい検索されたかっていうことですね。これが、まあ、2022年はたいこれ B っていうのはビリオンなので25億件ですね。25億8000万件、えー、回25億8000万回パウメドで検索が行われましたっていう、そういうことが分かります。なのでこれを見ていくと、ちょっと一時期よりもピークから下がってはいるんですよね。なのでこれはなぜなのかなとは、ちょっと私はそこまではからないんですけど、2019年、2018年の頃が 一番多くて、最近はまあまあちょっと下がりつつっていう感じなんですね。なので、まあ、検索が他にもいろいろ出てきたからかもしれないですけども、パウメドそのものについて言うと、こんな形に推移しているということのようです。はい。で、次いきますね。で、パウメドなんですけども、これ、あの、以前はこういうウェブインターフェースだった方は覚えていますかね。で、これが今はこういう感じで、2020年から新しいデザインとサービスの、その、えっと、 内容が少し変わってます。で、これはそもそもなんでかっていうと、昔よりも本当にその検索が軽くなったりですとか、ウェブサービスとしてのなんか利用性を非常に高めるなど、いろいろな工夫がなされた結果、こちらからこちらに移行したということになってます。で、その中で、特にこれからちょっとご紹介したいのは、あの、この辺なんですね。で、ちょっと戻りますね。この パメドって本当にあのたくさんの機能が入ってますので、とても本日だけで皆さんにご紹介することは無理ですので、もしあのご,ご興味のある方は、ここのページを見ていただくと、本当に詳しく書いてあります。で、ここのパブメドの使い方、ユーザーガイドがありまして、でここにすべて細かい全部書いてありますので、もしあの今日の,あの講義だけでは全く不足しているとかな、なんだかさっぱり分からなかったという方は、ぜひここにも1回アクセスしていただければと思います。まあ、英語なんですけれども、 え今日は私は日本語でなるべく分かりやすく説明できればと思っています。でこの最初のページをご覧いただくとここにトレンディングアーティクルズっていうのがあるご存知ですかこれ使ったことある方います。これ何かというと今まさにそのパウメドでどういう検索,検索で文献があのヒットしてるかっていうあの一番そのパウメドで人気の文献がここにリストアップされてるんですね。でこれどれぐらいちゃんと更新されてるのかなっていうのを。 私は停電チェックをしてるんですけど、それを見るとこんな感じになっていて、これあの詳しいことは全然あのもちろんあの把握する必要はないんですけど、要はこれがあの1番なんですね。あの1位2位3位4位5位って形でで、その1位2位3位4位5位にそれぞれどんなあのパウメドの文献が来ていたかっていうのを、こちらがこっちが横軸が時間軸になってます。 で縦軸がその順位になっているので時間の経過毎日1日ごとにどういうふうに変化していくかっていうのを見ていただくとこんな感じで毎日いろいろとこう入れ替わっているんですね順位がねなので本当にあに n c b のパウメドの方で、えー、と統計を取っていてどれぐらい検索されたかっていうパウメドの ID を見て一番多く、えー、と検索して、えー、見られているパウメドの ID に関する情報がこ,こ,にこの時は1位だったけど次の日にはもう2位になってるっていうような感じでどんどん 激しく入れ替わっているってことが分かりますので一度皆さんここのトップページの,このトレンディングアーティクルっていうところをチェックしていただくと今何がパウメドでよく見られているかってことが分かるので、まあ、たまたまあのご自身の研究とは全く関係ないかもしれないんですけど、まあ、ちょっと見ていただくの面白いかなと思っています。でもう一つこの右側にあるレイテストリテラチャーっていうのは何かなっていうとこれはあの新しくこのパウメドに収載された論文を出版しているジャーナルはどれですかっていうのが分かるんですね。なので これもそのジャーナルごとに、えー、とパウメドに新しく情報を定期的にアップしてますので今日はじゃあどのジャーナルが新しくパウメドに入ったかなっていうのがここで見ればわかるんですね。なのでもしここにご自身の興味のあるよくチェックしているジャーナルが出ているとあ新しい文献がこのジャーナルからパウメドに入ったんだなっていうことがわかりますのでここをクリックしていただくと具体的にそのジャーナルからどんな文献がパウメドに入ったかっていうのを見ることができます。 はい、なのであの朝来て1回目このトップページに行ったらまずこの辺クリックしてみるのもいいかなと思います、はい、ではいきますねでは最初にパウメードどんなふうになってるかっていうところを一つ一つ確認していけばいいかなと思ってますけども最初あまあ、ま、キーワードとしてはま,まだまだもうよ世界中振るってる s a r s c ツ v ですけどこれを検索してどうなるかっていうのをあの皆さんと一緒に確認できたらと思ってます で最初、ここにこうやってクリックして入れると、出てくる結果はこんな形になると思いますねで。ここにもそれと同じものを、あの、ご自身のブラウザーでも確認できますので、もしよろしければ、これ試してみてください。で、多分こうやって出てくるんですけど、それぞれいろいろな情報がたくさん出てくるので、これを一つ一つ、あの、解説できればと思っています。まあ、これ、キーワードを入れると、まあ、ここにセーブと、イーメール、Send to とか、あの、ディスプレイオプションですとか、 こんな形のこう検索いろいろ絞り込むための機能ですとか具体的に検索した文献情報などが出てくると思います。でこれ入れるとそのまずここの部分ですねこの左上のこのバーがありますけどこの丸いところをドラッグアンドロップじゃなくてドラッグができるんですね。こうずるずるっとクリックしたままスライドさせることができてでそうすることによっていつ出版された文献であるかっていうのを絞り込むことができます。 でことがでできるんですねで。これはちょっと余談なんですけど、まあ、s a r s c o v 2自体は2019年から始まったのでそれ以前にはあるわけないんですけどもなぜか文献がちょっとヒヒッットトししててます。す件ヒットしてるんですねで。これは何かなと思って確認してみるとこんな形であの s a r s c o v 2とは直接は関係ないんですけどたまたまその、うん、パウメドの検索、えー、と作品の中に入ってしまったおかげでヒットしてしまっている例になってます。 でこういう形で、これも SaaS-COV って言って、コロンで2あのドットモデリングっていう意味で、それが SaaS-COV2 という形で、たまたまパブエドの作品に入ってしまったので、こういうエラーがいくつかんですね。これも2プライムの部分の2の部分で SaaS-COV2 でヒットしてしまうみたいなことが時々起,き起こるので、パブエドがまあ万能ではないんですけど、 でも、こういうエラーもありながらも全体としては非常にあのよく作品付けされていて自身のーのワードによくヒットする文献は上位に来るようになると思いますのでまあそれ自体は全然問題ないと思うんですけどまあこういうことも起きてるよってことを少し頭の片隅に入れといていただけるといいかなと思います。はい、では続いてで実際に出てきたこの文献の一つ一つの論文に関する情報を見てみるとこんなページになると思います。 で、ここに、まあ、タイトルですとか著者名ですとか、あいろいろあのアブストラクトが来ますけど、この右肩の方を見ていただくと、このフルテキストリンクスっていうのがありますよね。で、これは何かっていうと、あのもちろんあのご存知の通り、パンメドは、えー、論文の全文は入っていなくて、こういうタイトルとか、そのアブストラクトまでですよね。で、それではこのアブストラクトを読んでみて、まあ、これはとても興味深いということで、実際全体を読みたいなと思った場合は、どうすればいいかと言いますと、まあ、ここをクリックするんですね。そうすると、 えとそれぞれこれぞこ種類あるんですすけどそのフルテキストのページに遷移することができますでこの上のページのリンクをクリックするとこういう具体的に実際のそのジャーナルのページに飛びますしもう一つこの右下にあの下側にあるリンクをクリックすると何が起きるかっていうとこれ PMC のページに飛ぶんですね。 PMC について、ちょっと今日は時間がないので、詳しくご説明できないんですけど、PMC というのは何かと言いますと、同じあのパウメドを提供している NCBI があの提供しているレポジトリ、あのフルテキストを全部あの保存しているレポジトリになっていますで。これはそのオープンアクセスのジャーナルがあのたくさん入ってますし、それだけではなくて、オープンアクセスではなくても、あの研究費として NIH のグラントを利用している 文献であればその著者が自分でそのフルペーパーを PMC の方に帰宅するっていうことが定められているのでそういうグラントが使われている研究であれば特にオープンアクセスに限らずこの PMC にフルペーパーが納められているという状態になっています。それらが全て入って、入っ タイトルとアブストだけではなくて、パウメドとは違って、全文を読むことも、あの全部の、えー、とサプリメンタリーのデータであっても、図であっても全て見ることができるようになっています。な、はい、ので、もしあのパウメドを検索した結果として、この右上にこういうのが出てきたらば、あのフルペーパーがそれぞれ読める可能性があるということですね、フリーで。で中にはその、えーと、ご自身の機関ですとか、あの大学で、 えー、契約していないと全文が読めないジャーナルについてもここにリンクが出ることはありますけどその場合はそれぞれの,あの状況に従ってあの出てくる内容が変わってきます。はい、それで。で、さらにこの右あのさっきのフローテキストの下に行きますとこのサイトってありますねで。サイトっていうところをクリックして表示されるのはこういうものでしてこれは何かと言いますとあのご自身でこの論文を書くときにこの えと今まさにこう表示されている論文の内容に基づいて何かしら記述したいという時にあのサイテーション引用することがあると思うんですけどその引用情報をあのこういう形ですぐに取得できるようになっているということです。なのでここに書かれてる内容をそのままコピーしてでご自身の,まああの文献情報管理ソフトなどに入れていただいて自分の文献でリファーするときにはこの内容を使うということが簡単にできるようになっています。 これね、あのー、この講義をご覧の中で方の中で手フを使っている方がどれぐらいいらっしゃるか分かんないんですけどこの手フの場合これ出てこないんですよねなのであのビブテフで取りたいなっていう場合はパブメドの検索だけでは得られないので別途そのパブメドの検索結果をビブテフにするサービスがオンラインでは出てますので、まあ、それを使わなくちゃいけないんですけどそうでない場合の他のうん 管理ソフトであれば大体ここに書いてある内容をコピペするだけで新しく自分のサイテーションのデータベースに加えることができるようになっていますで。さらにこの右下のこのコレクションズっていうところがあってでこれをクリックすると何が出てくるかっていうとこういう形であのこの文献情報をこの NCBI の方のサーバーにあの貯めておくことができるんですね。ただ、ということはその、うん 利用者を識別しなくてはいけないので、このサービスを使うためには、あらかじめこの NCBI の方にご自身のアカウントを作っておく必要があります。このアカウントを作る方法などについては、あのこの講義の後の方でご説明しますので、そこまでちょっとお待ちいただければと思います。はい。ですので、このパウメード自体を文献情報管理システムとして使うこともできるようになっています。はい。いきますね。次に。 でまあ、ちなみになんですけど、それに入れておくとこういう感じで、ご自身の,あのアカウントの中で文献情報を管理できるようになります。これは後で説明します。で、次、よく見てみると、これですね。これはどんな形かっていうと、そのある一つの文献の検索結果として、ブラウザーで何が表示されるかってことを全部一つにまとめたものです。でもちろんこれ、全然小さくて見えなくても構わないですけど、要はこの パウメドで検索した結果として何が出てるかっていうところを把握するためにこ,このスライドを作りました。で、一番上から順に見ていくと、まあ、タイトル、オーサーズ、アブストラクト、コンフリクト・ウィンタラストなどこう順番に来てますけど、この下の方にメッシュ・タームズっていうエリアが出てくるんですね。はい、このメッシュ・タームズっていうものをどれぐらい皆さんご利用になってますかね。メッシュ・タームズ、これは非常に便利なキーワードなので、もしパウメドをご利用になっている方は、あのぜひ今回、 もし今まで使ってなかったらあの使,うよう使えるようにあのしていただければとてもあの嬉しい限りですのでこれから説明したいと思います。メッシュターム何でしょうかっていうとこんな感じで書いてあるんですね。でこれはあの論文の内容を端的に示すようなキーワードが全部列挙されてます。ですので論文全体をまあ読まなくてもこの論文は大体こういった内容のことが書かれていますよということが書いています。 でこの中で特にこのアスタリスクが右肩についているものについてはこ,のこれらについてこの論文は書いているんですけど特にその中でもこのアスタリスクがついている内容にフォーカスした論文になってますよということになります。ですので、まあ、この論文は、まあ、COVID-19 のベラロ,ロジーとズコブツ2のフィジオロジーについての論文でそのほかにこういったことも触れてますよということが分かるようになっています。 じゃあ、このメッシュタームは一体どんなものなんだろうっていうのを、これから説明していきたいと思います。で、何でしょうかっていうと、まあ、概念階層関係を持つ統制合意と書いてあるんですけど、まあ、要は、あのーまあ、3万弱の言葉のキーワードはすべてあの定められていてで、その3万弱のキーワードはあの、えー、と概念の,その、えー、と抽象度によって関連付けがされているということですね。なので、まあ、これからあの実際の例を あのご覧いただきますけれどもその全ての、えー、キーワードがバラバラにあるわけではなくてその意味的な関係で全てが関連づけられていますとでその関連づけられていることを利用したあの非常に効率的な検索もパームドで使えるようになっているので、えー、ぜひそれをあの利用していただければと思いますでこれはとても大きなあの機能になってましてそのそもそも 文献検索サービスといこのメドラインパウメドとメッシュのセットがなぜ非常に大きいかと言いますと単なる文献をまとめてそれを検索できるようにしているだけではなくて全ての,そのパウメド検索対象になっている、まあ、あの文献についてはこのメッシュタームというのがつけられているおかげで必ずしもその文献の中に 出てくる言葉だけにヒットするキーワードだけではなくてあのメッシュタームという形でつけられている概念であってもちゃんとヒットするようなサービスとして提供されていることが肝なんですね。なのでその、えー、と全ての文献につけられているメッシュタームっていうのをうまく利用することで非常にその多義語ですとかあの同義語みたいな問題に悩まされることなく本当に自分が好きな概念に関連する論文を効率よく見つけることができるようになっています。でこれ昔は 本当に人間がすべて読んでつけていたんですけど、さすがに先ほどのような。毎日五千件もたくさん出てくるような状況では、全然間に合わなくなってしまったので、今では、その。文献に対して、メッシュタームを、ほぼコンピューターが自動的につける、ということになってます。ただ、あの、自動でつけるプログラム自体も、結構、やっぱり。得意不得意にあるので、不得意な部分というのは、もちろん、パブレードの方々が。 よくご存知ですので、ちょっと不得意な分野の文献については、後から人がちゃんとチェックしているそうです。なので、その結果として、自動で作られた結果がちょっと誤っていたり、あの不適切な場合は、人がそれを修正するということが行われているということが書かれていました。ですので、ちょっと、ま、あの出版した後何日何週間かすると変わる文献もあるみたいですけれども、おおむね自動でかなりいい感じの名ュタームがついているということになっています。はい、よろしいですか 行きますね、次、えー。で、それがまたこのメッシュタームのすごいところは、必ず毎年人が目でチェックして、新しい概念が出てきた場合は、それをあの反映させているっていうところなんですね。で、ちょっとすいません。で、2023年、今年に新しくメッシュタームとして登場したのは262あるんですね。 で先ほどメッシュタームの概念っていくつあるかというと、まあ、3万弱あるっていうふうにお伝えしてますけどもその3万弱のうちの262が今回新しく登場してるっていうことなんですね大体ですので1%ぐらい1%弱が新しく追加されてるっていうことでこれを人が全部あの見ながらあの編集してる編纂してるっていうことであのそれだけでも貴重な資源になってるんじゃないかなと私は思います。 でその中でも今年はどういうのが出てきたのかなっていうのを少しこう眺,めてみ眺めてみるとこんな形になっていて相変わらずこの COVID 関係もありますしその一方でこういうなんかランダムフォレストとかアーティフィシャルライフとかモーションキャプチャーとかこういうのも新しく追加されてるんですね。この辺も完全にもうコンピューターサイエンスに近い方なんだと思うんですけどもこういうまあコンピューターのいろんなプログラムのアルゴリズム的なところも新しくそのライフサイエンス系の研究ではあの 貪欲に取り込まれて研究がされてますのでそういった形の文献を探しやすいようにこのメッシュタームに加えられているってことが分かりますあとはマルチオミックスとかあとはこのソフォーラジャポニカっていう新しい生物種が追加されてるんですけどこれなんだろうなとか思ったりしてみたりとかいろいろ見ていくと楽しいですねあとさらに今回全て なんか非常にたくさん追加されているのはこういう形であのポピュレーショングループスっていうまあ世界の人間のいろんな民族とかそういう形のものをカテゴライズする言葉がなんか大量に追加されていました。なのでこの辺もまあ論文の対象となっているジャーナルがいろんな世界に広がっている中でさまざまなあの民族や人間の,その種類に応じた研究も広くあの最近はなされ始めているのでそれに対応した結果なのかなといろいろと考えています。 はい、でそのメッシュタームが新しく追加されるまでにそのメッシュタームのキーワードで検索するとどういうふうにあの文献が発表されているのかなっていうのを少し見てみるとこんな感じであのそれぞれ新しく追加されたあのメッシュタームのキーワードをそのままパウメードで検索した結果なんですけどやっぱりこう近年バーっとこうたくさん出版されてきてるなっていうのが新しいメッシュタームとして採用されてるんだなってことがちょっと見て取れましたあとそのさっき言ったその新しく追加された このなんとかジャポニックっていうのは何だろうと思うとこういう植物なんですね。この円樹っていうのが新しく名種タームとして今年登場しました。でなぜ今回今年になってこれが名種タームになったのかなっていうところまではちょっと調べきれなかったんですけどもしあのご興味ある方はこれがなぜ今年新しく名種に入ったのかっていうのをちょっと調べてみると面白いかなと思います。などなどちょっと名種を見てるだけでもいろいろとあの面白いことが分かってくるんですけど。 ちょっと話が逸れていきそうなので戻りますね。はいで次に戻ります。でメッシュタームこう毎年変わっているので実際どうなってんだろうって調べてみるとこんな感じで変化してます。でこれあの一つのこの文献なんですね。この三二二二六二八五っていうこのメパームメドアイディが付いている文献がこれ二千二十年に発表された文献なんですけれどもそこについてるメッシュタームがこういう形でどんどん変化してるんですね。でやっぱり二千二十年当時は まだあのこの COVID-19 に関連するメッシュタームが入ってなかったので、その論文自体は COVID-19 について書かれているんですけども、メッシュタームという意味では付けられていませんでした。でそれが新しくどんどんとこうメッシュタームとして追加されたので、この論文の内容がそのふさわしい内容に合わせて、ふさわしいということは COVID-19 について書かれているということだったので、こう追加されているということがわかります。で、今年も新しくこの COVID-19 ドラッグトリートメントっていうメッシュタームが。 新しく追加されたので、それに伴ってこの文献に対してもこのメッシュタームがついているという状態になっています。ですので、同じ文献であってもどんどんと付けられているメッシュタームが変わることもあるんですね。だけども、これがあの必ず全ての文献について行われているかというと、そうではなくて、あのー、基本的にはあのす、ー、でに過去に作られたメッシュタームを新しくメッシュタームが変わったことによって追加されることはないそうです。ただ。 あのそれまでに関連するメッシュタームがあってで、そのメッシュターム、昔のメッシュタームでこういうものがついているのであれば、新しいメッシュタームをこういうふうにつけましょうというルールはちゃんと決まっているそうなのであの、全く何もないところに新しいメッシュタームはつかないんですけれども、あの関連するメッシュタームが昔ついているのであれば、それに対応して、新しいメッシュタームをこうやって同じ文献であっても追加されるということが行われているそうです。はい、なので、えーと、いつになっても自分が知りたい文献が。 あの効率よく見つけられるっていう、あのー、仕組みが整えられていることがよくわかると思うんですね。で,で,では、このメッシュタームどうなってるかっていうのをこうやって見ていきたいと思います。で今度は文献の検索をここに今まではキーワードを入れて検索してたと思うんですけども、このメッシュタームの方から文献を検索するってことをやってみたいと思います。ですね、ちょっとここをクリックしていただければと思うんですけども、これをクリックすると、 こんなページに飛ぶと思うんですね。はい。で、今度はここに、えっ、ー、と、キーワードを入れてみましょう。で、ここでキーワードを入れると、こんな感じで、s a ズ s ブツー2については、こんな結果が出てくると思います。今度は先ほどと違って、文献が出てくるのではなくて、メッシュタームのリストが出てきます。で、このキーワードを入れたときのメッシュターム、関連するメッシュタームは、これだけ出てくるんですけども、今回、私、 たちが必要としてい,るというか求めているのはこれなので、ちょっとこれについて、この SARS-COV2 というメッシュタームについて見ていきたいと思います。ちなみに、ここのこの URL をアクセスしていただくと、全く同じこのページにアクセスできると思いますので、もしよろしければお試しください。はい、で、いきますねほんと。で、こんなページが出てくると思います。はい。で、ここをずらずらーっと見ていくと、ここがこの エントリータームといって、この SARS-COV2 っていうのは代表的なあのメッシュタームとしてあの登録されているんですけども、先ほどの,このメッシュタームを検索するときには、こういうキーワードであっても全てこの SARS-COV2 のページに飛ぶようになっていますっていう意味で、このエントリータームっていうのは書いたんですね。まあ、同義語ですよね。なんで、これだけたくさんあるので、これどれを書いてもちゃんとこのメッシュタームに届くようになっています。で、さらにこの 下を見ていただくとちょっと小さいんですけどこうなってますよね。これが先ほどあのメスタームの構造といった部分になっていて、その、はいえー、と概念階層っていうのはこれなんですね。 SARS-CoV-2 っていう概念の上位概念としてシビア・アキュード・レスペタリー・シンドローム・リレーテッド・コロナ・ウイルスってきていて、でその上位概念がベータ・コロナ・バイラスってきて、さらにその上位概念がコロナ・バイラスみたいな感じで、その中象度に、流度によってこういう感じになってますよね。で、こういう形で、全てが名スタームというのは関連付けられていますっていうのが、先ほどのその階層的な概念構造を持っている統制語彙といった内容の具体的な例になってます。 でこれらがすべてこういう,うに付けられているので、え文献を探すときに、例えばこのコロナバイラスという名詞タームで検索すると、このえコロナバイラスのよりも下位の概念が付けられている文献全部を検索するといったこともできるようになっているんですね。なので、こういう形でその名詞タームをうまく活用することで、より自分が欲しい文献にたどり着きやすくなるというところが溝になっていますで。これをちょっと実際にやってみましょうというのが、この次のスライドになります。 はい、で例えばですけど、こんな感じでいろいろとクリックできると思うので試してみてくださいね、もしご自身の,のパソコンの右側、左側でブラウザを開いている方はこうちょあの、クリック、クリックという形で試していただければと思うんですけれども、こういう感じでやっていくと、あのどういう条件で文献を検索するかということを指定できますで。まずこれは何かっていうと、この先ほどメッシュタームはこれですというご説明したときに、あの右肩にアスタリスクがついたものがありますよね。 で、そのアスタリスクがついたものだけを探してくださいという意味になるのが、この一番のこのリストリクトゥメッシュメジャートピック o っていうのをクリックした場合になります。でこれをクリックしないと、あ,のあそこにリ,リストアップされていたすべてのメッシュタームにヒットする形になります。ですので、ね、よりこのメッシュタームの、えー、とについて中心的に書かれている論文だけを検索したい場合は、ここをクリックします。で、さらにその中でもドラッグエフェクツについて書かれているものが欲しいっていう場合は、ここをクリックするんですね。 これがこのサブヘッディングスという部分でして、この、えー、とベーシュタームで大きく、この一つ一つの,あの、えー、メインの概念と、その概念に付随する、よりその内容のいろんな面がありますよね。一つの SARS-COV-2 のバイラスについてもいろんな面で研究されていると思うんですけど、そういった細かいその研究の観点をここで指定することもできます。 でそれで今回はこのドラッグエフェクツについての観点から書かれている論文を知りたいというときはこうにクリックします。で続いてここをクリックした後はここに3番をクリックしていただくと Add to Search Builder っていってここにその検索をするためのキーワードがこう入ってくるんですね自動的に。多分今ここをクリックされた方はここにピッて文字が入ったと思うんですけどでそれが入った後に4番の Search p u e という部分をクリックすると実際の文献検索が始まるようになっています。 で、こういう感じになって、はい、これが入って、で、こんな感じになりますね。はい。で、そうすると、今度は、その先ほど指定した通りの、えー、検索が行われるような、あのー、おまじないが、ここに入るんですね。これが、あの、えっ、ー、と、パウメドの検索の中の一つの、また、 特徴になっててましてあの普通は皆さんこういう形で使わないで何かしら頭の中で思い描いたキーワードだけを入れてると思うんですけど実際により細かいのパームの検索をさせることもできるような仕組みになっていてそういう場合はこういう形なんですねですのでもしご自身の中で全べて頭名詞タームの構造と書いてる場合は先ほどの面倒くさいことをしなくてもいきなりここにこういうことをもし入れれ,れば同じ結果にはなりますとでそうするとここにページの検,、えー、検索結果が出てきますということですね はい、でこれあのキーワード検索ではなくなるのであのキーワード検索の場合にあったその自分のけキーワードがあの実際の文献のタイトルやアブストに出てきている場合はそこが太字になって表示されていたと思うんですけどこのメッシュタームに基づく検索だとそれが出なくなって単に本当にこのメッシュタームが付けられている文献がザーッと出てくるっていう結果になりますでその辺を、えー、とちょっと、えー、確認するために何ができるかと言いますと実はここには「ドバンスト c っていう ボタンというかリンクがあるんですね。多分これをご利用された方もすごい、この見てなん中では少ないんじゃないかと思うんですけども、これを実際クリックすると何が起きるかといいますと、こんな形になるんですね。で、これを見ていくと、ここにこう出てくるんですそうすると、今まで自分のブラウザで検索した結果はすべてこう実は記録されていますと。で、そこにどんな検索が実際されたかっていうことが分かるような仕組みがここで、えー、提供されているんですね。 でこれを実際見てみましょう、はい。こうやって開くとこんな形になってます。で最初の単にこの SARS-COV2 という形で検索をした場合は何が実際パウメドで行われていたかと言いますとこういう形で自動的に変換されているんですね。はい、トランスレーションズって書かれてますけどもこのパウメドの方でこのキーワードが入ってきた場合は実際にはどういう検索をするかっていうとこういう検索が内部的には行われてますよということが分かるんですね。 なので単にこの SARSCOV2 というキーワードが入っている論文を探しているだけではなくて実際にはこういうメッシュタームを入れたりとかあとオア検索でこうとにかく SARS と COV2 というこういう表現自体が、あのー、入っている論文などを全部探しましょうっていうふうにしてから検索が行われてでその結果としてこう20万件ぐらいヒットしましたっていうことがわかるんですね。でその一方で今そのメッシュタームの方から検索した結果っていうのはどうなってるかっていうと。 こういうふうに実際行われていて全くここは何もそのトランスレーションズっていうのは行われてないんですね。なのでこういう感じで名詞、えー、タームに基づく検索の場合は本当にそれだけがあの機械文字通り機械的に行われてますと。一方普通に、えー、皆さんがあの何もあのそういう細かい指定をせずに キーワードだけを入れた場合は、そのパウメド側がいろいろ良きに計らって、いろんなことを内部、あれやこれやした結果として検索して、なるべくヒットしやすい形にした上で、えー、結果を皆さんに表示するということで、これだけたくさん出てくるということが行われています。ですので、まあ、もしその検索結果があおかしいなとか、なんでこんな論文が入ってくるんだろうとかいうことを、もし思うことがあれば、このアドバンストというところをクリックしていただくと、具体的に何が起きているかということを確認できます。はい。 いいですかねこの,このアドバンストですね。ここ、これ、ぜひぜひご活用ください。はい、では次いきます。あで、そうそう。で、こんな形で、今、ここに書いてある通り、非常にたくさん、この、えっ、ー、と、パウメドにいろんなことをさせることができるような機能が入っているので、それを隅から隅までやるとすると、実はこれだけあるんですね。なので、これは全部覚えるのは、まあ、ほぼ無理だと思うので、一部の人を除いて。 なので、そういう場合はあまりここは気にする必要はないんですけど、実際はパウメドの方は、皆さんが入れたキーワードに基づいて、いろいろ中身を解釈して、自動的にいろんなことをした上で検索がされているということを、ちょっと片隅に入れておいていただくと、いかにパウメドがよく働いているかということが分かるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次いきますね。はい、なので、こういうことで、アンド、オア、ノットみたいな感じで、その、あるキーワードとあるキーワードを全部入れなくてはいけないとか、 これも,もしくはこれがいるとか、このキーワードは必要だけど、これは入ってはいけませんみたいな、いろんなあの検索の条件を加えることができるようになっています。で、この辺も、もし今まで使ったことがない、そして、もしそういう検索もしたいっていうことがあれば、一度このページを見ていただいて、ご自身でお試しいただければと思います。 例えばこの場合ですと SARS ・個物っていうキーワードは入っているんだけどもワクチンっていう文字が入ってない文献だけが欲しい場合はこういう NOT っていうものを使いますよっていうことを例としてここでお伝えしています。はい、そんな形でいくつかいろいろとキーワードとキーワードとキーワードを結ぶ方法をあの変えながらより詳細なというか最も自分の欲しい文献に近づくようなクエリを考えていっていただけるといいかなと思っています。 はい、よろしいですか。今日はちょっとね、時間があまりないので、どんどん進んでいきますよ。いいですか。で、さらにそのパウメドもどんどん進化してまして、実は去年、新しくまた、そういう検索方法、新しい検索方法が追加されてるんですね。これも、もしご存知の方いらっしゃったら、お試しいただけたかなと思うんですけど、多分あまりまだ知られてないんじゃないかなと思うので、ここで説明したいと思います。で、これは、ニュープロ Ximity Search Feature Available in PAMED て書いてありますけど、 要は何ができるようになったかといいますと今まではその複合語を検索するときに重引用符このこう,です、ね、こういう形の引用符を使ってこうやって入れていただとこの例の場合ですと「レーショニング・ヘルスケア」っていうその表示そのものが入っている論文だけをヒットさせることができたんですけどさらにそれにひとひねり加えられるようになっていてで何かというとこの場合 この後にこのタイこれはタイトルもしくはアブストっていう意味ですけどそのコロンの後にニョロニョロゼロって書いてありますよねこのニョロニョロゼロっていうのは何かと言いますとこのレーショニングとヘルスケアっていう単語と単語が入れ替わってもいいよっていう意味でただその間には何も入れないでねっていうのはゼロっていう意味ででここの数字を増やしていくと何が起きるかっていうとこのレーショニングとヘルスケアっていう単語の間に他の単語が入ってもいいよでそして順番も自由でいいよっていうもの をすすべてヒットさせるるることとがでできるよううになないう機能なんですねで例えばですけど、ここに書いてある通り、例えばレーショニングヘルスケアという意味で、英語ですけども、英語の場合は、このレーショニングヘルスケアの意味で、他にもヘルスケアレーショニングですとか、レーショニングオブヘルスケアとか、レーショニングストラテジーオブヘルスケアというようなことがよく使われているそうなんですね。でこれらすべて同義語ですから、文献を検索する利用者としては、 全てこの表現が入っている論文であれば全部取ってきたいわけですけどもそれを簡単にする方法っていうのが今まではなかったということなんですね。なので今回そのいう検索を実現するためにこの機能を追加しましたということが書かれています。それを見ていくとこんな感じで例えば「レーショニングヘアスケア」の後にこの「にょろに」って書くとこのレーショニングとヘアスケアのまあ順番も いいんですけどその順番の他にその間に別の言葉が2つ入ってもいいよっていう意味で例えばですけどこのこれですよね「レーショニングストラテジオブヘルスケア」っていうのは「レーショニングとヘルスケア」の間に2つ入ってますよね。そういう感じでこの表現が含まれている論文もヒットするようになりますということです。ですのでこれを見ていくとちょっと順番が前後してしまったんですけども、えっと、間に1個も入らないでこの「レーショニングヘルスケア」とか「ヘルスケアレーショニング」だけが入った場合は143件ヒットしました。 つつ入った場合、1つっていうのはこういうい意味でですすね、オーブとかです、ね、この「レーショニング」と「ヘルスケア」の間に何かしら単語が1つ入ったものも含めて検索してくださいという場合は184件ヒットしてで間に2つ入ってもいいですよっていう検索をすると200件という形でだんだんと012っていう条件を緩くしていくのでヒットする文献もちゃんと増えていると。ただ、あの闇雲にこの2つのつ単語が入っている、 全然離れたところに出てきている論文もヒットしているかっていうとそれはヒットしないでちゃんと中に2つだけ入ってもいいけどそれ以上入ってはいけませんっていう条件で検索されているのであまりその意味のないというかそのレーショニングヘルスケアっていう意味で検索したい人が全然見当違いな文献もヒットするっていうことを避けつつもなるべく緩く検索したいっていうことが実現できてますのでこの辺もし今までそれがやりたかったんだよっていう方がいらっしゃったら是非使ってみてくださいね。 で、これについて詳しいことはこの辺に書かれてますので、もしあのご興味のある方はまた後で見ていただければいいかなと思います。はい。よろしいですかはい。では次いきますね。あ、これがその例ですね。はい。0、1、2ってやっていくと、こんな風に検索結果が変わってきますってことです。<laughs> で、実際にこうハイライトすると、この0なので、 これ、例えば、あれ、インが入ってるじゃんとか思う方がいらっしゃるかもしれないんですけど、これはたまたま本当にこのレーショニングとヘルスケアがヒットしているものは全部太字になっているだけで、ちゃんとこの中を見ていくと、このヘルスケアレーショニングっていう、この中に1個も入ってない表現がちゃんと出てますよね。なんでヒットしますよってことです。この条件にちゃんとマッチしたものがヒットしていると。そうでないものはヒットしてないっていうことです。これもそうですね、ここも入ってない。これもオブがあるけど、ここではなくて、この別のところにちゃんと入っているので、 この例の中では見つかんないんですけど、この文献をちゃんと読んでいけば、どっかにはこのレーショニングヘイスケアの中に1個も入ってない表現も出てくると。あとはこういう感じで、ちょっとまあうまくいってないけど、こういうのもヒットします。で、1になるとちゃんと中に1個入ったものが 0, 0か1なんですね。これね。1以下なので、0のものもヒットするし、1のものもヒットする。で、2になるとそういう形でこうどんどんとヒットする幅が広くなってますと。で、さらにそれらの結果と、他の 条件をアンドとかオアみたいな先ほどのあのロジック、ロンリー演算子と言いますけど、そういったものも組み合わせて使うこともできます。はい、お試しくださいね。では次行きます。あれあれあれ,あ,れ,あ,れ,あ,れあとワイルドカードも使った方はあまりいないかと思うんですけど、 例えばですけど、この SARS ブ物ワクチンの後にアスタリスクって入れるとどういった検索ができるかっていうと、こういうもの全てヒットするようなんですね。ワクチン、ワクチンズ、ワクチン、英語で言うとワクチンですけど、日本語で言うとワクチン、ワクチン、ワクチンズ、ワクシネイテッド、ワクシネーションとか全部まとめて、ひっくるめてヒットさせたいときは、このワクチンの後にアスタをつけると、全てこれらのキーワードでヒットできますよっていう例になってます。ですので、またこれももし今までこの辺を。 オアとかで結んでいる方がいらっしゃった場合は、このアスタリスクを使うということも検討されてはいかがでしょうかということになります。はい、よろしいですか。それでどんどんいきますね。で、えっ、ー、と今度先ほどあのうーんとアカウントを作る場合、アカウントを作ると何ができるかというところについて少しご紹介したいと思います。はい、こんな感じになってます。 これ、まあ、アカウントがなくてもできるものとアカウントが必要なもの、両方全部が混在してるんですね。この検索結果を保存して、次の何か別の時間につ、時に使いたいという時で、一つはセーブ、一つは e-mail、一つは send to というのがありますで。セーブっていうのは、えー、と何ができるかというと、その検索結果を、ね、手元の PC にダウンロードできる方法ですで。そのダウンロードした時のファイルのフォーマットもいくつか選べるようになっていて、 テキストフォーマットも選べますし CSV も選べるんですね。CSV はご存知の方も多いかと思うんですけど要はその検索結果を、あのー、Excel とか Google スプレッドシートみたいなところにそのままあの簡単に流し込める構造化されたあフォーマットです。ですので自分の検索結果をそういう形で別の表計算 のソフトで利用したい場合はこの CSV 形式でダウンロードすると便利かなと思いますで。これはアカウントがいらないものです。あとこれもアカウントがいらないんですけど、この自分が今検索した結果を自分宛とか、まあ、他の誰でもいいんですけど、とにかく E メールアドレスを書いて送れば、その E メールアドレスに自分が今検索した結果を送ることもできます。でこれもえアカウントはいりません。あとこっちの s e n d t o は何ができるかというと、この中の s e n d t o にもさらに選べるようになっていて、 クリップボードとサイテーションマネージャーっていうのがあるんですけど、この2つについてはアカウントがいらなくて、でクリップボードはもう名前の通り、単にあのコピペしたのと同じ状態になります。あの検索結果を全部コピペして、あコピーしてで、そのコピーされた状態のものを何かしら自分の別のソフトウェアにペーストすることができるようになっています。それがクリップボードで、でちょっと要アカウントは飛ばして、このサイテーションマネージャーっていうのは何かっていいますと、 先ほどあの簡単にご説明しましたけど、あの検索結果の右側にもサイトってありましたけども、ああいう形であのご自身の文献情報をあの管理ソフトに入れられるような形のフォーマットでえと検索結果をダウンロードすること、ああの取得することができますと。で、その他の結果として、この2つについてはアカウントがあると使えるようになりますよという形ですね。で、これはその自分でまずアカウントを作るというところから始まります。と。 でこれについてもあの説明しますね。あと、さらに、この検索結果の方上に、アドバンストとクリエイトアラートとクリエイト RSS ってあると思うんですけど、それぞれ何かと言いますと、アドバンストについては先ほどご紹介した通りで、その具体的にこの検索がどのようにパーメードが解釈して行っているかということをいろいろ調べるために使います。次のこのクリエイトアラートは何かと言いますと、まあ、これもアカウントは作らなくてはいけないんですけども、あ,のあらかじめその 自分の検索結果を用意してあの、アカウントの中に保存しておくことで、定期的にパウメイドが自動的に検索を行ってくれて、その結果を自分宛にメールを送るとか、そういうこともできるようになるというものが、これ、クリエイトアラートになっています。で、あと、アカウント不要などものとして、クリエイト RSS っていうのがあって、これは何かというと、うん、これ、RSS をご存知の方が、この講義をご覧になっている中で、 どれぐらいいらっしゃるのかわからないんですけどこれ昔すごい流行ったんですよねで最近また復活してきたんでここにできてきたんですよねこれ前なかったのが最近また追加されたのでまた密かに利用者が増えてるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど一体何かと言いますとこの RSS っていうのは何かしらそのブログとかのニュースの、えー、とサイトがあったときにそれぞれ記事がどんどん新しく更新されてきますよねブログでもニュースサイトでもでそういった新しく記事が 更新された場合にそれをいちいちその利用者がアクセスしてチェックするんではなくて勝手にそのニュースサイトなりブログのサイトがあの新しくなった情報を機械が分かりやすい形式であの情報を発行するんですねでその、えー、と情報を取得するための方法としてこの RSS っていう規格が決まってますでそれに規格に合わせたものを使うと勝手にその定期的に そのアクセスするためのソフトウェアがパウメイドの方に問い合わせに行って何か新しい検索結果ありませんかってことを確認してもし自分のキーワードであら保存した結果で新しい文献がパウメイドに収載された場合はあ、新しくこの文献が今度パウメドに入りましたよってことがちゃんとお知らせされてくるんですねでそういう機能を使いたい場合はこの CreateRSS ってものを使うこと簡単にできますでこれは本当アカウント不要ですので検索をしてその検索した結果 このクリエイト RSS をしてこの部分にそのおまじないの URL が発行されるんですけどもこのおまじないの URL を自分の,の RSS リーダーっていうソフトウェアいろんなあのえっとベンダーとか個人が開発してますので自由に選ぶことができるのでその RSS リーダーのソフトウェアにここで発行された URL を登録しておくとその,の RSS リーダーっていうソフトウェアが全部チェック簡単に僕らが寝てる間とかも。 勝手に検索してくれて新しい結果が届いていればあ届きましたよってことをその,あのお知らせしてくれるっていう機能になってますのでこれを使ってもいいかなと思います。多分あのアカウントを作ることが億劫な方とかあんまりこう抵抗がある方もいると思うのでそういう方々はこの辺の,、えー、の機能を利用するとえっ、ー、とパームの機能をよりなていうか深く利用できるんじゃないかなと思います。でちょっと遅くなりましたけどアカウントを作る場合はこうなります。と。 で、アカウントを作る場合に何をするかっていうと、こういう感じになってどれか選ぶんですね。で、なので、全く新しいアカウントを作るのでは必ずしもなくてもよくて、すでに Gmail を使っている方はこの Google アカウントがありますそれから、まあ、あの Teams とか Microsoft の,の何かしらソフトを使っている方は Microsoft のアカウントを持っているので、それからもちろん大きい i d もそうですね。大きいド d は ID を このお持ちの方はオーキッド i d を使うこともできるということで、これらどれでもいいんですね。どれかとにかくもうすでに自分で使っているサービスがあれば、そのアカウントを使って、パウメドの中にも自分のアカウントを作ることができます。で、これを使うと、こんな感じで一回用意すると、えっ、ー、と、いろいろと検索したり、自分で合わせた検索を、後ほど使えるように編集したりといった、いろいろな、より深くパウメドを使うことができるようになります。 はいえー、と時間的にはどうかなここはあと9分ぐらいですね。じゃあ、ちょっとここはもうちょっとアドバンストの部分まで飛ばして、あのアカウントを作るとまたいろいろできるよっていうところですね。で、作っておくとこんな風に来るんですね。えー、と検索を登録しておくと、これ、僕が自分のメールアドレスで登録した場合はこんな感じで、毎週定期的にとか、毎日とか定期的に、はい、こういう検索、あの文献が新しくパブッドに入っています。 もしよろしければご覧くださいみたいなメールが来るようになります。あと、じゃこれもパスしますね。これもあのメッシュオンデマンドって言って、何かしら適当に自分のテキスト、英語ですけど、英語のテキストをこのサービスに入れると、そのテキストの中にメッシュタームを自動的に認識して、そこだけハイライトしてくれるっていうサービスもあります。これもすごい便利ですよね。こういう、これ何もしてないただのテキストを入れるだけで。 あなたの入れたテキストの中にはこんなメッシュタームがたくさんありますよっていうのが出てきてで、しかもこのメッシュタームに合わせて、これに関連する論文として、どんな論文があるかっていうと、こんな論文がありますっていうのを表現、あの返してくれます。なので、なんかテキスト、ライフサイエンス系のテキストを持っていた場合は、ペタッと貼って、こうやってみると、それに関連する論文リストを取ることもできます。で、えっと、パウメドの注意ですね。まあ、大文字小文字は関係ないですよとか。 えと複合語の検索は先ほどお伝えした通り二重引用符で囲むとできますよとかあとはまあ、うん、細かいですけどパウメドのみに含まれる文献はメシタムは検索できない要はなんかメドラインってパウメドって同じものだと思ってるかもしれないですけど実は細かいところで微妙に違っていてメドラインというものに入るものだけにメシタムがついていてメドラインに入っていてもパウメドあメドラインに入ってないでパウメドだけに入っているものはメシタムはつきませんっていうことだけを 少し頭の片隅にでも入れといていただければいいかなと思います。はい。で、パスしていきますね。そういうことを、これは、うん。お伝えするための内容です。で、あともう一つ、せっかくなんで、今日はパウメド以外の文献検索サービスを一つご紹介したいと思います。で、これがその一サービスでして、セマンティックスカラーというものですね。これ、ご利用の方、どれぐらいいらっしゃいますかね。最近、これ、すごい、あの、伸びてきてるので、もし、 まだ試されたことない方は一度試してみるといいかなと思いますけども、これはまあ、ライフサイエンスに限ったことではないんですけども、一般的な学術論文を検索するサービスなんですね。ただ、特にそのコンピューターサイエンスとライフサイエンスについては、力が入っていて、それらについては、よりそれ以外の分野に比べると、検索結果にいろんな、えっと、内容が追加されています。これも無償で使えます。で、この人工知能を研究している あの組織が作ってこのサービスエリ、えー、組織自体はマイクロソフトを立ち上げた共同、えー、メンバーの一人の,あのビル・ゲイツさんじゃない方の、えー、ポール・アレンさんという方が立ち上げたあの機関になっていてその機関がサービスを提供しています。はい、でこれ何が一つおいしいかと。 いいかなというと、この TLDR っていうのがですね、これあの検索自体は本当他の検索サービスと同じなんで、もうあの詳しいことは説明しませんけど、検索結果として出てきたこの論文情報の中の TLDR っていう項目があるんですね。で、TLDR っていうご存知の方いらっしゃいますかね？よくあの、えー、と最近ですと Too Long An Distant Read の略なんですけど、要は説明長いから一言で言ってっていう意味で、この論文の内容を勝手にこのあの人工知能が要約してくれてるんですね。 なのでこの論文を読んだ、読みたいけど、一体何が書いてあるんだろう長いなと思ったら、ここを読むということですね。そうすると、この論文は一体、あの一言で言うと、こんなことが書いてありますっていう要約文がポコッと出てきました。これが見ると、あ、内容的にはこういう論文だったんだって分かるので、あ、だったらちょっと読んでみようかなとか、あ、この内容だったらもともと欲しかった内容じゃないから、まあいいかなみたいな感じがのことが簡単にできるようなサービスになっているので、これ一度ご利用になってみると。 いいんじゃないかなかと思います全部の論文にこの TLDR がついてますこれを見て、あの要約が自動的に要約されているので、これをもとに自分の好きな論文を見つけるということもできますし、あと先ほどの,その、うん、パウメイドと同じようにアカウントを作ると、自分宛にそに関連する論文が発表されると自動的にお知らせが来るということもできるようになります。でさらにパウメイドと違って、このサービスは、 ある一つの論文をこうターゲットを決めると、そのターゲットと決めた論文をサイテーションした別の論文が発表されると、それもお知らせが来るんですね。なので、もしもう自分がよく知っている著者の方ですごいいい論文を書いている、じゃあこの論文をじゃああのサイテーションしている論文が出てきたら、それを早くあのウォッチしたいなっていう場合は、このサービスを使えば、新しくそのターゲットになっている論文が。 引用されたっていう情報をすぐにキャッチすることができますので、そういったことを使う場合は、このサービスを試してみるといいかなと思います。はい。で、えっ、ー、と、サイテーションの情報は、これコンピューターサイエンスも扱っているので、ビブテフもちゃんとありますよって、これはパウメドではないので、こっちもそれは便利かなと思いますね。ビブあのテフを使っている方にはおすすめです。あのオーバーリーフとか使っているときに、いちいちパウメドの内容をビブテフに変換するのにオンラインで引っ張ってきてとかめんどくさいと思うんですけど、 これはそれをしなくても大丈夫ということですね。はい。えっ、ー、と。では、そんなところでひとまず、はい、終わりにします。ありがとうございました。もし、ご質問等があれば、よろしくお願いします。